令和4年9月16日 THE Q&A メンバー限定ライブその1です。このコーナーでは引き続き高田純先生に解析をしていただきます。先生、お願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日の最初に、多くの国民が山上は、撃ったのは空砲だったんじゃないかというネット上に多くの声が上がっている、まあ、それを科学的に検証しようというのが今からの話の大きなポイントの一つです。はい、銃声を可視化するという話しましたね。で、それで分かることがあると。で、じゃあ空砲、本当に空砲を撃った時の音ってどうなるの？これは山上の銃を使わないで調べたんですね。この使った音声は YouTube にアップされている映画ショットガンと、私映画自身は見てませんが YouTube になんか有名な映画らしいんですが、ショットガン、こういう散弾銃を撃つ、ショットするという、こんな銃でした。でこれを至近距離で、数メートル、ちょうど山上と安倍総理の間の距離ぐらいで、その追い詰めた相手を撃つんですね。そのシーンで、これ映画の中で出てくるんですが、実弾で撃ったら俳優死んじゃいますんで、これ絶対空砲ですね。でも迫力出すために本物の銃で空砲を使うというふうにアメリカならやったと思いますね。その時の音声まず聞いてみましょう。こういう音です。音の大きさはこんな、もう一度聞いてみましょう。じゃあ、いいですか。山上の方、2回ちょっと鳴ってますが、どちらもやや低音の音だったということです。先ほどのサイレンサーつけた方の音がやや高音の音だったので、これはどちらも低音、です。でまず私が注目したのは低音であるということですね。これ低音になる物理の理屈があるんですね。これこのパイプ銃というかショットガンの、この銃身という部分ですね、これが円筒になっている。この一番底に火薬が詰まっていて、銃弾がこの前にあるわけですね。これ着火すると火薬が燃焼して高圧のガスになって前の弾を押し出す。でこれがこの重心に沿って飛び出してまっすぐ飛んでいくというのが銃の原理になるわけですね。で、最初ここに弾があると、ここで着火して火薬が燃えると、ここの音波というのはこの銃の一番底と弾丸のここの隙間、ここに音が発生するわけです。ここで共鳴という現象が起こって、波長の短い音が最初出るんですね。ここに火薬がだけがあって、軽い何かプラスチック的な押さえがあったにしても、ここに重い金属製の弾丸がなければ、これが燃焼したらガスは一気にここまで膨張するわけです。でそこで発生する音波は波長が長くなるわけです。波長が長いっていうことは周波数が低くなる、低音になる。そういう意味なんだ。低音の人の声っていうのは波長が長い。女性と男性でここの音が出る、ここの空洞の大きさが大きい男性と小さい女性で音が高くなったり、そういうようなこと、想像できる。バイオリンでも弦を短くすると高い音が出て、長くしてと低音になると、そういうことと同じで、これが長いと低音になって短いと高音になるということから、空砲の時は低音になる、低音になる。なるほど。比較すれば、はい、ということで、このショットガンもう一度聞きますと、これ空砲の時のショットガン、山上の
ザバザバした音が入りますが、どちらも低音であるというのが一つですね。この音波のスペクトルを見ても低音が主で高音はあまりないと、ほとんどないとどうなるわけです、ええ、ですから山神はこのショットガンの空砲に近い音を出しているとなります、はい、もう一つ火縄銃、これは実射です。実弾を入れて火縄銃、こんな長いもんですが、弾が入った時の音ですね。これ聞いてみます。どうですか、高いですね音が、うん、はい、実弾が入ってるからこの空洞の距離が短い、短いということが高音になるわけです、うん、なるほど、山上銃は低音、うん、で山上の2つの一発目二発目の爆音ですね、今私も銃声という言葉は使いません、爆音と言ってます、うんうんうん、ね、どちらも低音の音だったということです、このスペクトルで、うん、はい、ということでこの音の解析から山上は、空砲を撃ったと、2回とも2回とも、はい、極端な差はありません、はい、まあ、若干は違うかもしれません。これでまあ空砲の可能性大となったわけですが、次に弾丸の速さですね、はい、亜音速っていうのを証明できるのかという、これどうやったら計算できるのかってまた一月以上考えたわけですが、無条件では計算できないということに気がついて、どこから発射したのかというのをまず条件をつけてみようと、よく皆さんネット上で皆さんもいろいろ考察して、この最初にこのビルのどっかから撃ったと、見下ろしやすいと、もう一つこのちょっと離れていますが、ここ立体駐車場、この駐車場に、やや大きなワゴン車入れてバックで入れたら、後ろの窓を開けたらそこから狙撃しても誰も見れないということで、この可能性は大だと、はい、で上から下を打ち下ろすと、下から打つと山上のように、そうすると心臓を首から入って心臓を貫くっていうのは絶対不可能だから、後方から打つより前方から打つと、つまり安倍さんから見て、観衆のいる前側から打つとする、で条件にも合うし、高いところから低いところを打つという、立体駐車場で、ここは車から打てると、だからここへ来るのも怪しまれないし、長い時間そこに車止めてればいいんですから、終わったら適当に出ていけば、もう一つ言われる、この南都銀行は上に高いその屋上に垣根があるんで、ちょっと構造的に難しい、でもう一つのここのこれも3、これ3話ビル、3話ビルですが、3話、最大寺東町ビルで、これ調べた人がこの方なんですが、はい、ノーゴルフノーライフっていう、はい、ネット上に出てくるんですが、教えてくれるフォロワーさんに、ここに非常階段があるんですね、あ、屋上かもしれません、この非常階段という説も指摘されています。でこちら側から打つと、その安倍さんが左に体を半回転させて打ってもですね、心臓に向かないと、首から頸部から背中の方に出ちゃうということで考えにくいんで、この2つをそう、条件に、立体駐車場から安倍さんまでの距離が88メートル、この非常階段、まあ、こっちに屋上にしてもいいんですが大きな差はありません、この距離だと54メートル、これが50メートルになったら54メートルになる、そのぐらいの違いなんで、はい、この2つで弾丸の平均速度、初速は計算できません、この場所から安倍さんまでの距離を何秒で届いて、この距離を到達時間で割れば平均速さに、平均速度になるという単純な計算になります、
はい、まず立体駐車場からの計算ですが、こういう三角形な、音声映像を撮影したカメラ、カメラの位置はあの推定、いろんな方が推定、私も推定しました、安倍さんとの距離は7メートル、カメラとこのスパイナーがいたかもしれない駐車場との距離が84メートル、このスパイナーと、あ、スパイナーっていう間違い間違えちゃうんです、スパイが撃つからスパイナーじゃなくてスナイパーなんですが、はい、あの88メートル、ですからあのこのカメラにマイクロフォンついてる音波がこの84メートル到達する時間というのは音速から計算できます、はい、84メートル割る340メートルなんです、次に弾丸がこの SP から安倍さんに届く、速さですね、この84メートルを弾丸の速さであると時間になるんですが、その時間がどのぐらいかかってるかっていうのをこの音響解析スペクトルに求めるんです、うんうんうん、はい、出波の主で音波が SP から CW に届く時間、波がこの時間差ですね、波が遅れてここのこれ84メートルで、これ88メートル遅れて命中と、でこの命中した時の音をこのカメラのマイクロフォンが拾うんで7メートル、その音波が移動する時間、その時間が 0.02 秒、音波が A から CW に移動する時間が 0.02 秒、音波が SP から CW カメラまで来る時間が 0.247 秒、それ到達してから命中するまでの時間差が 0.16 秒、このから出てくるわけですが、この全部の合算ですね、これはここの時間マイナスになっちゃいますけど、そうするとその時間が銃弾が安倍さんに届くまでの時間が 0.387 秒で、割り算すると秒速227メートルと音速になるわけです、はい、立体駐車場を想定す、あの仮定すると安倍さんをヒットした弾丸の速さは227メートル、こうやって求めることが一つきかかってできた、はい、先生すごい、はい、もう一つあの3は最大寺東町ビルのどこか、まあ、例えば非常階段から屋上でもいいんですよ、若干この距離が違う、この三角形のこの斜辺54メートル、はい、高さこういう推定があります、はい、Google Earth で距離を求めたりこうやってできるんですが、安倍さんの身長とか考えて警部とこの銃撃ポイントとこの高さの差とか取って、まあ、三角形なんで54メートルとおよそ出ます、ここをさっきと同じような解析をすると、はい、これですね、そうすると亜音速、これも亜音速180メートルパーセカンド、まあ、銃の専門家じゃないんで、この先ほどの最初の227メートルというのと、もう一つ180メートルが、これが安倍さんに負傷さす、を負傷さすというふうにあのおそらくあの妥当な速度なのかなと思うんですが、これ以上のことは私の方からは言えないんですけども、まあ、これが秒速10メートルとかで言うとこれは狙撃にならないんでしょうけど、これでぐらいの速さ200メートル前後なら狙撃になるのかなというふうに思いました、はい、